将来的に昆虫食になるって言われてるじゃないですか。はいはい。そういうのとかも興味全然食べれますか？虫食うやつはみんな頭悪いと思ってます。怖い。いきなり怖い。いきなり怖い。いきなりホラーよりも怖いこと飛び出してきた。いや、昆虫食にはならないんですよね。あ、本当ですか？虫って育てるのめちゃくちゃ大変なんですよ。例えばじゃあ鶏とかって飛べないからみんな育てるわけじゃないですか。だから柵を作るだけでいいんですけど、虫って基本羽が生えてるからどんどん飛んでっちゃうじゃないですか。だから育てるのがめちゃめちゃ難しいんですよ。で、じゃあ、割と養殖、虫の養殖でうまくいってるのって、飛ばないやつで、なんかミミズのようなものだったり、毛虫のようなものだったりとか、で、あんまり見た目のよろしくないものばっかりで、で、別に、じゃあ、それを一生懸命育てるぐらいだったら、虫の食う野菜を人間が食えばいいんじゃねえのっていうところで止まっちゃうんですよ。なるほど。なので、虫食が増えるぐらいだったら、多分、キノコが増えるんじゃないですかね。じゃあもしひろゆきさん、まあ、将来昆虫食なるかならないかとしても虫を食べてくださいって言ったら、虫食べないようにしてるんですよね。あ、そうなんですね。はい。でもバラエティーとか出てくるじゃないですか、たまに虫作ったご飯ですみたいな。それ NG ですか？大体他の人が食べるんで、うわ食べてるって。それでディレクターさんとか、なんか進行の人がいきなり虫食べてくださいって言ったら食べないですか？あ、だから、あ、僕虫食べないんでっていう説明を。あ、なるほど。ありがとうございます。だから虫を食べるようになっていく人って、多分そのうち飛んでるハエとか食い始めるようになると思うんですよね。だってイナゴと、じゃあハエって何が違うのって難しくないですか？確かに。なんかイナゴも食べます、ミミズも食べますって人って多分もうそこら辺の虫とかも多分食べ物として見えてしまうんだと思うんですよ。だから僕にとって虫は食べ物ではないっていうラインがあるので、なんか虫食うやつとかうんこ食うやつとかは基本的に頭おかしいなと思って。はい、別にうんこまで付随して言わなくていいんですよ。ああ、いいですか。はい、たまにいらっしゃるんで。はい、ありがとうございます。食べれます虫？虫食べれないです、私も。でも仕事で食べる時とかあるんで食べますけど、頑張って。あ、食べるんですね、偉いですね。いや、食べますけど、食べなくていいなら食べたくないですね。いや、基本美味しくないじゃないですか、虫。本当に美味しかったら多分、美味しいという理由で広まってるはずなんですよ。でも大体虫食う地域ってなんか長野とかであんまりタンパク質がなくて仕方なく食べてるとかで、美味しいが理由で虫食べてるところって聞いたことないんですよね。なので基本絶対美味しくないよねって思ってるんで。ああ、なるほど。コメントでイナゴ美味しいとかって書いてる人もいるんですけど、イナゴの佃煮の味が美味しいだけで、イナゴ自体の味が美味しいわけじゃないんですよ、あれ。なるほど。すいません、ちょっと虫食べるのだけちょっと広めてしまいます。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。